家庭菜園ライフ。杉並区で菜園をやってる高橋です。今日は春野菜の収穫後の夏野菜への切り替え方法をご紹介していきます。春野菜の収穫というのは5月中旬から6月の初旬にかけてほとんど終わります。スナップエンドウ、そら豆、いちご、ニンニクや玉ねぎなどです。これらの野菜というのは収穫適応をうまくやっていけば次の野菜にいい効果があったり、タイミングよくやれば次の野菜もよく育ち収穫もしっかりとできるようになります。今日は撤去作業から次の土作りの流れなどをご紹介していきます。最後に質問にもお答えしています。それでは行ってみましょう。それでは現在栽培している野菜で収穫撤去のタイミングをご紹介していきましょう。この時期の撤去作業というのはある程度思い切りも必要になってきます。あまり引き伸ばしてしまうと次の野菜の植え付けが遅れてしまうので必然とそのお野菜の収穫も遅れていきます。そうしますと次の冬野菜の切り替えにすぐ入ってしまいますので非常にもったいないことになってしまいます。野菜の状態を見ながら早めの収穫と撤去作業を行っていきましょう。それではまずスナップエンドウを見ていただきます。スナップエンドウはこのようにうどんこ病が蔓延し最終的に葉がこのように黄色くなります。このようになって花も咲かなくなったらもう撤去時期になりますのであまり引き伸ばさない方がよろしいでしょう。いちごなども同様です。花芽がもうできなくなってきたら撤去を始めていきましょう。これから花が咲いても実は取れませんので注意してください。これから花芽が出る確率というのはかなり低いです。もし花芽が出れば実になる可能性はありますがそれよりは別の野菜への切り替えをお勧めします。その他玉ねぎやニンニクですが玉ねぎの場合は茎が折れてきたら収穫タイミングです。ニンニクは後半になるとサビ病が出てきますのである程度葉が枯れてきたら収穫してしまいましょう。どちらも長く置いておくと硬くなったり味が落ちることがあるので注意してください。こちらを見てください。このように倒れてきたら収穫タイミングです。こちらは極わせの玉ねぎになります。ということで収穫タイミングや撤去タイミングは遅れないようにしていきましょう。今回は野菜ごとの撤去のポイントなどをご紹介していきます。まずはニンニクや玉ねぎの撤去の仕方からご紹介しましょう。ニンニクや玉ねぎの場合は根が多少土壌に残っていても問題ありません。あえて取る必要はありません。このネギは害虫を忌避する効果がありますので土壌にそのまますき込めば次に植える野菜にもいい効果があります。根もそこまで太くはありませんので成長を阻害するようなことにはなりません。収穫が終わった後に肥料と一緒に混ぜてしまいましょう。2つ目はスナップエンドウやそら豆です。これらの野菜には根粒菌が根についていることがあります。これも土壌にとってはいい効果がありますので、わざわざ根をすべて取らずに土壌にすき込んでおいても問題ありません。多くの野菜の場合には根は細かく取っておいた方が良い場合があります。春に収穫するこれらの品種に関してはあえて根を除去しないというのが畑にとっていい効果があります。ぜひやってみてください。では実際にスナップエンドウを除去してみましょう。でまずは、こういうふうな余分なものを切っていきます。こちらは、マルチを張っていないのでマルチを撤去する作業はありません。余分なものをまずすべて取っていきます。スナップエンドウやそら豆も共通ですが根っこごと、このように引き抜いていきましょう。根が折れてしまいましたが細かく抜く必要はありません。これが根粒菌ですね。このようにボコボコと膨らんでいます。病気ではありませんので、気にしないで大丈夫です。豆科の種類によってもこの根粒菌の、形はですね若干違いますので一度見てみると面白いと思います。枯れ葉などは取っておきましょう。ということで根はすべて細かくは除去せずに次の、土作りに移っていきます。次の6月に植える野菜を何個かご紹介していきましょう。一つ目はオクラです。これからの時期非常に育てやすく悩んだらオクラを選択してみてください。先ほどからご紹介しているどの野菜でも
連作障害にはなりませんので非常に相性がいいです。2つ目はトウモロコシです。真夏の収穫になるので少し害虫の対策が難しいですが、好きな方はぜひ挑戦してみましょう。3つ目は枝豆です。こちらも夏の収穫なので害虫の被害が大きくなります。スナップエンドウやそら豆の後作としてはあまりおすすめはできません。根粒菌が豊富なので逆に育ちやすいという話もありますが、連作障害の可能性もありますので後作にしない方がよろしいかもしれません。4つ目は空心菜です。夏の葉物で特に収量が多い作物の一つです。これから植えるのには非常におすすめなのでやってみてください。もう一つネギを栽培するという方法もあります。ただしちょっと畝の作り方準備がですね特殊になりますので少し難易度は上がるかもしれませんが、挑戦してみたい方はぜひやってみてください。場所は冬まで占有してしまいますのでその点は注意しましょう。それでは次の工程で粗起こしをしていきます。栽培する野菜が決まったら土を起こしていきましょう。じゃあ実際にやってみます。特に今までご紹介してきた野菜というのは昨年の11月頃から半年近く場所を占有しています。土壌も硬くなっている可能性があるので一度このように粗起こしをしていきましょう。繰り返しですが、根はあえて取らずに次の野菜に、いい効果を発揮させましょう。害虫がいる場合には捕殺をするようにしてください。スコップを入れる深さとしては最低でも30センチ程度は入れるようにしてください。ということで粗起こしまで終わりましたらいよいよ土作りです。やはり肥料を入れてから1週間から2週間は置きたいので収穫タイミングを見逃さず素早く次の野菜に切り替えていくことが重要です。早く植え付けすれば早く収穫できますのでできるだけ早めに切り替えるようにしましょう。枝豆の場合には無施肥、肥料を入れなくても大丈夫です。それ以外の野菜はある程度肥料は必要になってきます。それでやはりpH 値は測定してみましょう。測定するときにワンポイントですが、このような紙やすりを準備して、ここのセンサー、端子の部分ですね。この部分をですね、紙やすりで軽く、こすってあげます。まあ、こういう形で端子の部分を紙やすりでこすってあげると、この部分にですね、まあ、酸化膜とかですね、まあ、そういうのができていると、正確な値が出ませんので、まあ、こういうふうなヤスリのようなもので表面をですねフレッシュな表面を出していただいて正確な数字が出るようにします。では実際に測定してみましょう。少し水を入れます。ここにpH計を差し込んでいきます。万が一酸性に偏っている場合は石灰を入れて 2,3 週間置くのは少し難しいのでカキ殻石灰のような有機石灰を使うとよろしいと思います。若干高めの 6.6 ですね。このようにまずは土壌の pH 値を測ってみてください。それでは土壌の pH チェックも終わりましたら肥料をすき込んでいきましょう。肥料を入れてあとは普段の畝作りと同じです。この肥料入れと畝作りを素早く終わらせることで先ほどお伝えしたように早く野菜を植え付けることができます。細かい根が、ご覧のように残っていますが肥料とともに吹き込んでいきましょう。あとは畝を作ってマルチを張っていけば完成です。ぜひ皆さんもやってみてください。それではコメントにご返信していきます。スイカとカボチャの雨よけ対策の動画にコメントをいただきました。雨よけは不織布でも大丈夫でしょうかというコメントです。あまり効果としては良くないかもしれません。やはり雨を避けるために設置しますので、不織布ですと中に染み込んでですね、雨だれとして中に落ちてきてしまうかもしれませんので、できればやはりビニールの方が良いでしょう。注意してください。今日は春野菜収穫後の夏野菜の準備方法をご紹介しました。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。